まあ、聞いてくださいよ。藤原さんがね、この前、池間を江田島で撮った後、えー、フェリーに乗ってね、江田島からクレーへ帰ろうとしたのです。で、そのフェリーの戦場で、まあ、池間近く通りますからね、えー、また藤原さん、デッキ部分に立って、写真を撮ったり、動画を撮ったりしていたのでした。で、その時にね、江田島をぐるーっと回るサイクリストの人でしょうかね。まあ、半端にこうね、ピチピチの赤い服を着た。 そういうね、えー、格好の男の人が2人立っておられたんですね。デッキにでそのね2人の人が話している声が。まあ藤原さんにも聞こえてきたわけですよ。でね、その話している声の中でこういうのが聞こえてきたわけです。いいか、今目の前に見えている。白い船は海上保安庁の船だ。あの船は瀬戸内海にいる船だからあんなに綺麗なんだ。 これが日本海側の船になるといつも銃撃を受けて穴だらけなんだぞ。いやー、何なんでしょうかね、えー、藤原さんもね、全く知りませんでしたね、えー、海上保安庁の日本海側にいる巡視船はね、なんか日々銃撃戦を行っているそうですね、えー、どうなんですかね、常にね、不審船がやってきて、で毎回毎回ね、激しい銃撃戦を行っている。まあ そうなんでしょうかね。でね、ちなみに、あの、その時目の前に見えていた船というのが、えー、池間ですね。尖閣専従特別隊の池間です。えー、ということは今ね、えー、現状においては一番のホットスポットですね。海上保安庁にとっての。えー、その尖閣諸島の警備をしている船ですから、まあね、えー、日本海側でまあ、そういう状況であるのなら、えー、尖閣諸島はね、 日々もう戦場でしょうね、えー、こんな感じですかね。えー、艦長、レーダーにガンあり、中国海警局の船が来ました。よし、来たか、今日もやってやるぜ。えー、総員、砲撃戦、用意はぁみたいな感じで、えー、そんなね、えー、日々激しい戦いが尖閣諸島では、まあ、行われている、まあ、そういうイメージがね、 そのの自転車乗りの人にはあるのかもしれませんいやーまあ、笑い話といえば笑い話なんですけどね。でも一般の人の認識というのは多分まあ、そんな感じなのかもしれませんね。えー、日々海外,国あの外国の船と海上保安庁の船が銃撃をし合ったりとか、まあね、そういう激しい戦いが日々行われているみたいなイメージをね、持たれているのかもしれませんね。 ええまあ、そういうイメージをね持たれるのもまあ悪いといえば悪いんですけどまあ無知といえば無知なんですよでもねまあそういうねあのイメージのままでこう現状の尖閣問題とか何とかを語ってしまうとそ,それはそれでねまあ痛い事態になるよなと、ええ、藤原さんはね思いましたまああまりねあの何も知らないことにはこうあまり口を出さない方がいいと思うんですね ええ、でまあそういうふうなことをイメージを持っている人たちがこうね尖閣問題に対して、ええ、もっとしっかりやれ、ええ、向こうがね大砲をいっぱい大きいのを積んできたならこっちも積むべきだとまあそういうことを言い出すと余計に事態がこうねこんがらがるというかまあひどいことになるかなみたいなことは思わなくもないのです、ええ、皆さんもいろいろと勉強をしましょう、ええ、国際情勢もね 調べると楽しいもんです、えー、まあそんなことを思いつつ、まあ、今回のねこの感想的な動画は終わるんですけど、えー、そういうねあの本当にねそういうイメージを持ってる人たちがこう主流になってで尖閣問題のことをとにかく言い出すと収拾つかなくなりますからね。 うやめてほしいなとは思わなくもないですね。えー、何か言うんなら多少は勉強してからにした方がいいとは思います。えー、それではご視聴ありがとうございました。また